はい、どうも。なんかリスナーさんから、おそらく早口言葉の、挑戦状が届いたので、ちょっとこれ挑戦していきたいなと思います。はい。急にキュウリ9個食う呼吸増。ギリセーフ、ヤンマと申します。毎度お気に入り。ということで、早口言葉のね、挑戦状をね、引き続きお待ちしております。というところで、本日はですね、おそらくスプラ史上未だかつて行われていない、こんな検証をやってみました。それは、名前を満腹カレーライスにして、プラベを2時間ほどやったら、一緒にやった人の晩ご飯、カレーになる説。私、ヤンマはですね、カレーがめちゃくちゃ好きなんですよ。まあ嘘なんですけど。なので、スプラトゥーンを通してですね、自分の好きなカレーをリスナーさんに食べさせることができるかというのが今回の検証というか、まあミッションになっているっていうことですね。はい。カレーを食べさせるための手順としては、まず自分の名前を満腹カレーライスにします。はい。もうこれちょっともう見ているだけで結構美味しいカレーがこれ脳裏よぎりますよね。はい。で、次にですね、スプラトゥーンにはプライベートマッチっていうフレンドと集まってワイワイ対戦できるモードがあるんで、そのモードにですね、チャンネルのメンバーシップの方10名ほど集めて、昼過ぎですね、はい、2時間ほど遊びます。はい。その際にですね、ちょっとさりげなく、このカレーの話題とか出せると、なおよしって感じで。この10名の人がですね、カレーを食べたくなるようにちょっと誘導していきます。はい。そして、最後にですね、その日の夜、遊んだ全員に、晩ご飯を聞いてみるっていう感じですね。はい。果たして何人がカレーを食べたのか、まずはカレーをすり込むカレープラベから、どうぞ。こんにちは。こんにちは。じゃあ、よろしくお願いします。おー、ナイス。あー、これ勝った。あー、ナイス。終わった。何もしてない。ナイス。ナイスです。前のさ、えぐい。ちょっとカレーライス本気出しすぎたわ。カレー食べたんですか？いや、全然食べてない。食べてない。全然関係ない、ちなみに。これまたドッキリですか？ね？いやいや、なりますか、なりますか？え？ドッキリです。いや、違いますよ。何を言ってんすか。でも、なんかおかしくないですか、最近みんな。なんか。ね、みんな用心してる。ね、あ、今入ってましたっけ。あ、サクサクミルフィーユ、美味しそう。美味しそうですね。確かに美味しそう。食べたい。食べたい。食べたい。ちょうど3時のやつで食べたい。確かに、いいね。時間ちょうどいい。カレーライス食べてミルフィーユ。満腹、満腹カレーライスの方が美味しそうじゃない。満腹ミスミルフィーユ。おー！どこやどこやミルフィーユとカレーライスの戦い。はい。戦い。カレーライス。カレーライスライド。あ。ナイスカレーライス。ナイスカレー。あ、間違えた。あ、カレー。カレーのカレー。やばい、見られてるよ。逃げた。オッケー。カレーライス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 だけど、あれっすよね。嫌いな人いないっすよね。やばい。カレーライス好き。あんまり見たことないですね。そんな人になりたい。なんで？なぜか。ああ。すみません。お疲れ様です。はい、ということで、まあそこそこすり込めたんちゃうかなっていう感じしてますね。はい。なので今3時ぐらいなんですけど、夜にですねみんなに、メッセージでちょっと晩ご飯聞いてみようと思います。はい、ということで皆さんね、晩ご飯が何だったのかちょっと回答が届きました。ちょっとね、全員ちょっと帰ってこなかったんですけれども、9名の方にね、ちょっと回答いただいたので、果たして何名がちょっとカレー食べたのか、ちょっと順番に見ていこうかなと思います。はい、まず1人目はですね、ジュリ太郎さんですね。こんばんは、突然なんですけど、今日の晩ご飯何でしたかって質問に対して、え？モスバーガーですっていう。いや、全然カレーちゃうやん。全然カレーちゃいますやん。うん。で、その後、まあ、なるほど、ありがとうございます。ところで、このやりとりを動画に使わせてもらってもいいですかって、送って、うん。で、え？大丈夫ですが困惑はい、次行きましょう。はい、次の方はですね、レイさんという方ですね。こんばんは、突然なんですけど今日の晩御飯は何でしたか。こんばんはです。
今日の晩ご飯はミートソースパスタ、コンソメスープ、野菜サラダ、締めのデザートでフルーツヨーグルト食べました。めっちゃ洋食ですが、めちゃくちゃ美味しそう普通にただ全然カレーとはね、対極にある食べ物ばっかでしたねはい、次、次はですね、キキジジさんという方ですね。はい、で、え、DM っていうちょっと困惑なんですけど、頭から、こんばんはっていうね、ガチのやつ、なんのガチじゃないやつなんなん逆に餃子と明太子ですっていうね、もう全然違うっていうね、ご飯前にエイヒレも食べましたって、これ絶対酒飲んでるよこれ絶対酒飲んでるやろこれ。はいはい、次、次はですね、カタリンさんという方ですね。はい、ヤモさん、ヤモさんびっくりはてなおはようございます、昨日の晩ご飯は、鶏と大根の煮物、きゅうりの浅漬け、そしてお酒とおつまみでした。いや普通に美味しそうやねんな、うん、今日ちょっと和食やな、だいぶな、うん、カレーにもちょっとかすっては全くいないっていう、うん、感じはするけどね。はい、次、次はですね、サクサクさんという方ですね。はい、こんばんは、お返事遅くなりすみません、今夜はチャプチェでした。まあ何ですかこの質問っていうね、まあでしょうね、うん、まあ突然これ質問仕掛けてるんでじゃあ本当に困惑っていう感じでしょうね。はい、まあ、ちなみにここまで読んできましたけど、皆さんね、これネタバレしてないんで皆さんはこの動画をアップされて中身を見ることで、何だったのかを知るっていう感じですね。はい、はい、次、次はね、シエルさんという方ですね。こんばんは、今夜も焼き鳥です。夕飯のメニューに悩まれてらっしゃるんですか。いや、そういうわけじゃない、全然悩んでないけど、焼き鳥は全然違う、全然ダメ。はい、次、はい、続いてはですね、モコさんという方ですね。まだ食べてないですが、ピザの予定です、こんばんはって。まあ、8時42分でまだ晩ご飯食べてない、結構遅めに食べる方なのかな。うん、そう、まあピザなんでね全然違うと。はい、次、はい、次はですね、山岸妙子さんという方ですね。アジの開き焼きにわかめとじゃがいもが入った味噌汁、ナスの味噌煮ですっていうね、ゴリゴリの日本食っていうカレーの彼女もないですね。はい、もうゴリゴリの日本食でした、すいません。はい、次です、次ラストかな。はいはい、最後はですね、二の腕カチカチ子さんなんですけれども、私がですね、こんばんは、突然なんですけど、今日の晩ご飯は何でしたかと聞いたら、こんばんは、こんばんはってちょ、かなりもうこの時点でね、困惑っていう感じなんですけど、スープですっていうね、ダイエット中っていうこれダイエット中なんですよ。うん、カチコさんダイエット中なんですよ。では多分やけど、うん、じゃあマジで突然ですねっていうねだいぶ困惑してるけど、晩ご飯がスープだけっていうのにも俺かなり今困惑してるよねうん、で、まあなるほど、ありがとうございます、ところでこのやり取りを動画で使わせてもらってもいいですかって言ったら、なに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 って大丈夫です、はい、怖いよーってね、うん、めちゃくちゃ困惑してるっていうね、はい、今この動画のために使ってます、ありがとうございます。はい、ということで、まあ9名に返答返ってきたんですけれどもね、カレーライスで会った人はいなかったといういや、いい品の回っていうね、落ちたんですけれどもね、やっぱちょっと文字だけじゃきついな、ちょっと文字だけじゃ誘惑すんのきついな、うーん、まあそもそもね、晩ご飯がその自分でこの決めれる人じゃない人も多分中にはいて、まあ決めれる人でもね、もう晩ご飯何するか決めてたって人もいたかもしれんからね、うん、まあじゃなかったらまあなんかわっちゃんあったんかもしれんけど、ちょっとやすり込み今回弱かったかな、ちょっともっともっともっとカレーの話題出して、けどちょっと不自然になるとちょっとあれやけどねいや、その辺が難しいよ。最近なんかすげえドッキリ疑われててそう、なのでちょっとわざとらしくしきれないみたいなところはあるんやけど、ちょっとね、またこんな感じの検証というか、なんかしょうもない検証ちょっとやっていこうと思うんでねまあよかったらチャンネル登録していただければなと思います。はいなんかこんな YouTuber っぽいことなんか久しぶりに言ったわ。じゃあね、じゃあね、バイバーイ。